リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリンドです。はい、本日はですねフクロモモンガの新たな仲間ができましたのでそちらのご紹介しようかなと思います。で今現状ねここにはギョロちゃん、ハロくん、そして上にハルとウララちゃんっていう感じでいます。でウララちゃんもね今病気の状態が良くなって動画で撮れるようにはなってきたのでこれからウララちゃんも動画で増えていくかなと思います。ハルくんもね今体調良くなってきてるんでハルくんも動画増えてましたけれども全員動画が撮れる感じになってきましたっていうところでねここのお部屋今空いてますね。餌とかも入れてありますね。ということでここに入る新たなお仲間がねいましたのでそちらのご紹介をしていこうかなと思います。まだ全然ベビーちゃんなんですけれどもそれがこちら。あらちょっとそれやると私取れないわ。はい、ということでフクロモモンガの、プラチナの子になります。そしてもう名前も決めてあります。詳しくはねあんまり説明しないんですけれども名前はですねパッチという名前になります。まあ簡単にだけご説明するともともとうちにはパッチというね子がいました。ちょっとうんちしたからちょっと手にうんちが。もともとねそのパッチという女の子がいたんですけれどもちょっとまあ紆余曲折ございましてそのパッチちゃんをね譲ってくださったブリーダーさんのところでですね片親が同じらしいというお話なんですけれども顔がすごくそっくりでございまして私の中ではねパッちゃんが転生して戻ってきたのかなというところでパッちゃんはちょっとですね亡くなってしまった子だったのであれなんですけれどもでいつかギョロとねハロが産んだ子にパッチ2世っていう名前を付けたいなと思ったんですけれどもこの子がですねその、まあ、お父さんが一緒らしいっていう話なんですけれどもそれでねお顔もそっくりで私の中ではちょっとビビッと来てしまうものがあって、お名前はパッチ2世になります。まあお店さんの方でね見た時にはうんちおげりしてる。そうお店で見た時にねもう顔が似てて話を聞くとでまあ私がねお迎えしたそのブリーダーさんがやっているお店の方だったのでちょっとお話聞こうかなと思って顔似てるねみたいな話からお父さんが一緒だよっていうのが確認できたという形でございます。まあ、どこまで本当なのかそこそ私のね過去のことを知ってるから合わせてくれたなんていうこともあるかもしれないんですけれどもちょっとうんちっちいっぱいするねあんたねうんちまみれなんだけど話をね合わせてくれたなんてことももしかしたらあるかもしれないんですけど本当にねお顔が似ておりまして私の中では転生して戻ってきたと思ったのでこの子はパッチになります。パッちゃんよろしくね。もうすでにこのベタベタな状態でございます。ただひどいぐらいに今出したばっかりで、うんちをねうんちまみれなのかなこの辺うんちょすまみれうんちょすまみれ、はい、今はですねつるかな、はい、肩にいます。お顔だけじゃなくて体とかもねの色合いとかも綺麗ですよね。で本当はその私レプタイルズショー行ってきたんですけどそのレプタイルズショーではコウモリが欲しくてただコウモリはですね、入手することはできませんでした。一応ね1匹だけ全会場中のうちに1匹だけ実はいましたが愛役済みでしたね。しかもルーセットオオコウモリでございましたね。はい、というところでございます。まあその子ではコウモリちゃんではなくてうちに来たのはこのパッちゃんだったという形になります。私の中ではなんかそういう巡り合わせなんじゃないかなと思っております。ちょっとねあんまり説明しすぎてもよくわからんよっていう人もいるし
そんなこと、そんな綺麗事な話ありえますかいなっていう人もいると思うんで、この辺でお話をやめておきます。まずはね、可愛い子がうちに来たよということで、今後ねパッちゃんも動画で出てくると思うんで、ぜひともよろしくお願いします。まだ全然なベビーちゃんね、脱毛して1ヶ月ぐらいかな、この子ね。誕生日もメモしたやつどっかに置いちゃった。これぐらいが誕生日だよって言われたやつがあるんで、後で誕生日もね私のメモ帳に登録しておきましょう。はい、というところで、フクロモモンガの新たな仲間が来たよっていうお話でした。はい、今後ともよろしくお願いします。ということで、以上リントとパッチでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。